大場聖介は、静岡県出身の司会、ラリードライバー。日本大学歯学部を卒業し、浜松市に自身の司会員を経営している。大学在学中からラリーを始め、1979年から1993年まで、アドボンピアラリーチームに所属。全日本ラリー選手権、世界ラリー選手権、ラックラリー、ラリージャパンなどに参戦した。 1993年で一旦ラリードライバーから引退するも1998年に現役復帰2005年には全日本ラリー選手権2輪駆動 C クラスで年間チャンピオンを獲得2008年に現役を引退2009年より2013年まで自身のプライベーター参戦体制のレプサルアドボンラリーチームを改編する形でレプサル アドボンラリーヘルプサービスを立ち上げ、全日本ラリー選手権に参戦するプライベーターの中でサービス体制が準備できないエントラントたちのためにサービスを行う。このヘルプサービスの活動により第5回弱アワードを受賞する。かねてから還暦になったらウェールズラリーに参戦したいと公言していた通り、2013年のラリー北海道から現役に復帰し、 2013年2014年のウェールズラリーギガバイトにフォードフィエスタ R2 で参戦するもリタイアに終わる趣味はヨットヨットレースにも参戦し2000年7月国内有数のヨットレース第41回トバパールレースで IMS クラス総合優勝をするありがとうございます